しんど、これ絶対罠やろ。押してくれやろお前。ほれ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 、鹿の足跡や。何日前の足跡や。落ちた。もう想定の範囲内です。うわ落ちる。喉の部屋ないか。ウォーズ溝にはまりました。怪我なし。よいしょ。いや、ここに落ちた。あ、しんど。もうすでに谷を釣り終えたかのような疲労感です。まだ釣り場に入ってへんし。喋るな。喋ったら体力消耗するぞ。はあ、これ皆さん多分飛び込め飛び込めと思ってると思うんですけど、無理です。すでに体力が限界っていうことと、これねふかふかじゃないんですよね。硬くもないですけどふかふかじゃないで、この雪1週間前ぐらいにドカ雪が降ってね、それが残っている雪です。なので飛び込むと血だらけになります。まさかのまさかで、ね、車に GoPro のバッテリーを忘れて取りに帰りました。体力はさっき限界を迎えてたんですけど、人は限界を超えられる。お前やな、さっき僕を溝に引きずり込んだ穴はバレバレやぞ。ようやく竿を刺した場所に戻ってきたぞ。しんど。ここ結構いつも急なんですけど、雪がねあるんでなだらかになってますね。滑っていこうか。滑っていきたいな。到着。ああ疲れた。ヤッホー、ウォーズマンチャンネルです。はい、皆さん今日は2月の超初旬、
京都市最北端の渓流九田川にやってきました。体力すでに限界を超えてますで、今日は1週間前に京都でもドカ雪が降ったん で当然ね、ここ京都最北端の渓流九田川はもうその数倍ドカ雪が降ってるだろうということで、まあ想像した通りの積雪量で、なんでちょっと朝一来るのは怖かったんで、本当にもう昼から、今もう時計も忘れたわ、まあ多分1時ぐらいですっていうのも、漁協で半日券を買ってでここまで来るのに、まあ1回バッテリー忘れて戻ったっていうのもあるんですけど、約1時間かかりました。濃密放流区のこの最初の地点、ここに来るまで1時間ですそれは体力限界やわということで、で、あと皆さんに報告があって、今日はティンカラをする予定やったんですけど、それは家にティンカラのベストごと忘れてきました。で、今日は餌釣りの竿とかは積んであったんで、この餌釣りの竿に、まさかのまさかで去年12月初めか11月の後半ぐらいに買ったミミズが、まあ、生きてるって言えるかわかんないですけど、半死にです。もうほぼ死んでますね。なんですけど、それがまだあったんで、なんか動いた気がしたんですけど。まだ限定はあるんで、これでちょっと餌釣りに急遽変えて、で、あまり時間もないんですけど、少し釣ってみたいなと思います。で、本来は、この九田川、今シーズンからキャッチ&リリース区間が設置されるんで、まあ、それ用にね、さっき漁協でバーブレスフックを購入したところです。で、それで釣ろうと思ってたんですけど、はい。まさかの点からセット忘れということで、餌釣りです。はい。まあ、僕も餌釣りも下手なんで、で釣れるかも全くわからないんで、なんで今日はこの、京都市最北端の渓流の雪景色をね、皆さん、存分に楽しんでください。魚はおそらく現れないです。ということで、今日は忘れ物が多いです。行ってみよう。今車にあったものはもう重りと、あと提灯釣りの短い仕掛けが何個か入ってたんで、それで行きます。でもちろん水温計もベストに入ってたんで、今日は僕の体感で行きます。気温は昼でさっき3度でした。ちょっとね、ずーっとつけてるとジーンときますね。3度にしとこう。最高。奇跡的にちょっと長めの仕掛けがあったんで、今針だけ結び直したんですけど、最悪なことにハサミもねないです。これは大変。何もできないぞ。ミミズ生きとるやん。すごいな。小さいミミズですけど、生きてました。これでいきます。ああ、そうだ。でもひょっとしたら、解禁日はまだね、しばらくは餌釣りするかもしれないんで、まあ、その練習と思いましょう。おー、当たり当たり。多分ね、カワムツとかと思うんですけど、いきなり当たりよった。今、スタート地点です今日の目標は天からだったらカワムツ1匹って言いたいところなんですけど、餌なんで釣れるやろ。下手くそな僕でも1匹ぐらいはアマゴが、今日はアマゴ1匹引っかかってるよね。もう今日の目標、もう魚関係なし、安全に釣りが終われること、これにします。このシーズンは思いやられるな。マジで偏光レンズも忘れたんで最悪ですね。
でもおそらくケンカラの本格的シーズンに入るのは4月ぐらいからなんで、おそらく解禁日とかはケンカラだと坊主のような可能性があるんで多分餌釣りにするとは思いますけど、じゃあその練習といこうか。目標アマゴ1匹裏目標安全に釣りが終わるように今日はね、雪解けの水が結構多いと思います。普段より多分水量は多いと思いますね。何やこの雪は。僕餌釣りも下手なんでそして今日はおお来た来た、さっきからちょこおお当たった当たった、ちっちゃいカワムズがいるかもしれないですね。アマゴはもっとガンって多分口がでかいんで一発で食えると思うんですけど、ちっちゃいアマゴでもね結構丸飲みするんで、もうこうなったらもうカワムズでも何でも釣ってやる。おおおおおっしゃ来た、なんかかかった、あはははアマゴちゃうのこれ、よっしゃさすがエサおお綺麗なアマゴ、綺麗なアマゴ釣れました。さすがエサやな、綺麗なアマゴちゃん、ヒレピンピンです。さすが芥川のアマゴ、多分ねこれ15センチぐらいなんで当然リリースサイズですね。よいしょ、あ釣れた、ありがとうよ。はい、今日は坊主でも天からでしたかったんですけど自業自得ですベスト一式忘れた僕が悪いです。でもそのおかげでアマゴが見れました。アマゴがこうやって釣れると今年の渓流釣り気合入ってきます ね。今年も釣るぞ。ちょっとでも壁釣りもしたいし、ボート釣りも海でもしたいし、結構やりたいこといっぱいあるんで、もう今日はアマゴの顔が見れたんで、あとは裏目標の安全に釣りが終わることそれだけです。あの大きいアマゴも見たいな、ちょっと最低でも23センチぐらいのアマゴ1匹見たいな。おお来た来た、アマゴやこれも、うっとっと来た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 、さっきよりからでかいんちゃう。おお来た来た来た、うん、よいしょ釣れた、サイズアップ、サイズアップですね。多分18センチぐらい違うかな、20はないと思うけど、よし渓流モードになってきたぞ。今のアマゴから回収したヘロヘロの餌でいきます釣る気やらいいんで、ね、これでも釣れるんです。やっぱり餌は釣れます、餌釣りだと僕でも釣れるね。やっぱり餌釣りだと水温なんか関係なしに釣れますよね。餌釣りもやっぱり釣れるし楽しいな。結構今2月の頭なんですけど動画が溜まってるんでおそらくこの動画ももう解禁始まってるやろな。すいません、まあ、もう魚の顔見たんで今日はちょっと釣りやすいところだけ釣っていきます。やっぱり餌釣りの上手い方は本当に細糸を使われるのと、あとは重りの選択ですね。重りを状況に合わせてポンポン変えられる
もう本当に上手い方はそこまでねされます。僕の場合は太い糸と重り一回つけたらもう変えません。ウォーズ流です、それが。まあ、だから釣れないんですけど、この辺にはしごがあったはずなんですが、あったあった、おっ、ほらやばい、ほらやばいね。やば、うん、おいおい、今日結構いい天気なのに、なんで釣り人は誰一人来てないんだろう。うわ、よし、1メートルぐらいよく違うわけ。うわ、お前どうしよう。今日は川を行った方がいいぞ。やばいな、右側のこれは安全重視。よっ、おっ、あー、流氷が、よし、とにかく釣ってみよう。ここも一級ポイントです。お、出ない、やるな。今の流氷でびっくりしちゃったか。雪がね、眩しすぎる。絶対焼けてるわ、めちゃめちゃ。雪焼け。まだ、少し、釣りバカ以外は、来てはいけない状況かもしれませんね。釣りバカは全然 OK です。おいおいおい。竿受けいらないですね。だって刺しといたらどこにでも竿立てられるんで、うん、いいな、これは楽楽。この当たりが出たんで魚はいるのはやっぱり確かです。ただもう当たらない、警戒心が強いし、甘ごうかな。で今日は針外しも持ってないんで、あんまりねじっくり待って飲んでしまうとかわいそうなんで、これは上行けへんぞ。ここもツルツルや、どうしよう。あれ、よいしょ、あ、いや、船ばっかりや。鹿でも行っとんのに、頑張れウォーズ。絶対あそこの木雪をたくさん蓄えとるから、僕下に行ったら落とすつもりやろあいつ。おお、当たり当たり当たり、あかんか。でも楽しいな、こんだけ雪景色の中釣りができるっていうのは。で結構水温低いと餌でも簡単じゃないですね。全然難しいです。よいしょっと。ね、これ道路通られる方に見られるの恥ずかしいわ。何したはずなみたいな。絶対そう思われる。絶対そう思いますよね。もう僕やったらそう思うもんな。あほちゃうか、あいつ雪に埋もれて。うわ、でっかいつらら、あれ、あれめちゃめちゃでっかいつららあれで殴られたら死ぬぞぐらいのでっかいつらら。あの奥行きたいんですけど、これ水も多いし上も雪なんで行けるかな。おおお、当たり当たり。カワムツやろ、ちょっと餌がちっちゃくなった。食うぞカワムツ。
お、あ、たたたた。お、来た来た。あ来た来た、貨物やん。え？貨物か。貨物です。お、お、当たり当たり当たり。いい当たり。よし、来た。でかい。まあまあでかいぞ、これ。これはでかいぞ。これはまあまあでかいぞ。バラすな。お、まあまあでかい。来た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 。これはいいアマゴ。よいしょと。取りました。竿を刺して、いやー、それでも20センチぐらいか、20センチぐらいですね。ちょっとまだサビが残ってるようなアマゴちゃん。水冷たい。多分20センチちょうどぐらいです。釣れてくれた。ありがとう。竿立てめちゃめちゃ便利。お、魚はそこおるよ。なんか今見えた。おおおお、あ、今食いよった魚。見えたぞ、おるよ。やっぱ魚今おったけど、目の前に持っていって初めて口使ったって感じなんで、やっぱりそうかもしれないですね。ニジマス釣りを思い出すわ。魚の目の前に持っていかないと口を使ってくれないかもしれません。今魚見えてて近くに持っていったらパクって食ってました。合わせに失敗しましたけど。やっぱ魚はいますね。僕は釣れないだけで。降りようか。今僕立てるとこ普段空中なんですけど、除雪車の除雪された雪、そこが大量にあるんで、もうちょっと奥の一箇所やって終わろうか。うん、ダメ。終わろう。今日はよかった。無事に終われて、魚も見れてよかった。終わります。はい。今日は約2時間、この雪国で釣りをしました。で、どちらかというと、もう釣りをしている時間より、この雪と格闘してる時間の方が多かった気がします。で、今シーズンからこの久田川はキャッチ&リリース区間っていうのが作られます。で、その区間っていうのは普段毛針でも返し付きの毛針を使っておられる方は返しを潰してとか、あと今日僕も買ったんですけど、漁協に返しのないバーブレスフックっていうのが毛針で売ってます。で、7個1000円、もうめちゃめちゃ安いです。で、僕も今日それ買って、それで天からでね釣ろうと思ったんですけど、釣りの意識が入ったベストを忘れてきました。で、おそらく結果往来で、もう天からだとね、もう今日この状況だと、もう坊主の自信がありました。もう自信満々です。なんですけど、まあ餌釣りなんで、なんとか3匹、アマゴを釣ることができました。もう今シーズンもう始まります。まあ、シーズンが始まると、まあ、僕もテンションがどんどん上がって、で、動画を上げる頻度もね、どんどんアップしていこうかなと思ってます。あと、クタ漁協のキャッチ&リリース区間とか、まあそういったね、まあ毛針情報とか、まあそういったところは、まあ漁協に電話していただくか、まあ、漁協のインスタ、フェイスブックとか、そちらに上げておられるみたいなんで、そちらをね、参考にしてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。バイバイ。